肉の町、三重県は松阪市。世界のブランド松阪牛はみんな知ってますよね。肉文化が栄えるこの町には美味しいお肉料理のお店がいっぱい。ということで、松阪市のお店からぜひ食べてほしいうちの一品をご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市貝花町にある新羅会館家族亭さんです。家族亭さんは平成2年に創業を始め、今年で30年、最大で120人入ることができる広い店内はとっても上品な雰囲気。松阪牛も豊富な部位を揃え、サラリーマンやファミリーなど幅広い世代に愛されるお店です。さあ、家族亭さん、うちの一品ご紹介いただきましょう。お待たせいたしました。新羅会館家族亭、うちの一品タンステーキです。タンステーキ、すっごい美味しそう。タンは人気な部位ですが、うちのタンは他では味わえない厚さで提供させていただいております。ステーキのようなボリュームで食べるタンは食感が全然違います。贅沢すぎる一品、ぜひご賞味いただきたいです。他にも赤身肉やランボソなどステーキとして食べていただけるお肉を焼肉屋としてお手軽な価格で提供しております。他とは少し違う、少し贅沢な焼肉を楽しんでいただければと思います。綺麗で広い店内、メニューは豊富なラインナップ。そんな家族亭さんのうちの一品はタンステーキ、贅沢すぎる。今回ご紹介した新羅会館家族亭さん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。